本チャンネルで不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。この場を借りてお詫びさせていただきます。コメントを読む人の気持ちも考えずに自分の意見を他人に押し付ける人が徘徊しています。私個人が何を言われようが気にもしないのですが、訪問者の皆様が不快な気持ちになることは管理者としての責任だと考えています。その方を K さんとしましょう。最新の K さんのコメントにはこのように書かれていました。卑怯者の某国のイージスが私をブロックしたのか、コメントが表示されなくなっているので新規アカウントでコメントし直します。 K さんと皆さんのコメントのやり取りの中で K さんが暴言を書き込むことがあったので、コメントに制限をつけたのです。これは卑怯な行為ではなく秩序を守るための行為であり、管理者としての責任と権限の範囲だと考えます。さて K さんの主張ですが、2つかそれ以上あります。まず1つ目は韓国テコンドーの動画で、テコンドーは世界205カ国に普及云々の動画です。私はテコンドーに絡めて不足している10カ国を探し求めながら、日本が承認していない国々を紹介したのです。このチャンネルではご存知の通り、本題からそれてプチ情報を提供することがよくあります。この動画を見た K さんはテコンドー協会のホームページには世界205カ国の国と地域と書いてあり、残りの10カ国または地域の一覧をコメントに書き込んでくれたのです。このコメントには感謝です。私だけの情報ではなく、皆さんのコメントを含めて動画が完成すると思っているからです。このようなことはテコンドーの動画以外でもたくさんあることです。しかし K さんはさらなる要求をしてきたのです。テコンドーの動画は間違っているので削除しろ、このようなコメントを何度も残すようになったのです。その上コメントの表現が荒れ始め、他の訪問者に対しても暴言を書き込むようになったのです。それでは K さんが他の人を非難する根拠となっている韓国テコンドー協会ホームページに記載されている205カ国という記載は絶対に正しいのでしょうか。私は正しいとする根拠などないと考えています。あの国にはどのくらいの正しいことがあるのでしょうか。あの IMF でさえ韓国政府が発表する経済指標は正しくないと言って最新の計算方法での訂正を求めています。あの国の銀行、産業はどうでしょうか。テコンドー協会はどうでしょうか。先日はテコンドー協会の館長が露骨な不正判定を悔やんで自死したニュースがありました。皆さんはあの国を信じることができるでしょうか。つまりテコンドー協会のホームページという根拠のない情報をもとに動画の削除を求めているのです。根拠があると思っているのは K さんだけかもしれません。さて2つ目の主張ですが、それは私が善良な在日韓国人や朝鮮人全体をゴキブリ扱いしたと主張し、 K さんは訪問者のコメントに対して人間をゴキブリ扱いする某国のイージスの動画、このような表現を何度もしているのです。もし私のことだけであれば問題としない発言です。しかし K さんはこの動画を見ている全員が善良な在日さんや韓国人さんをゴキブリ扱いしている、そのような表現のコメントをしているのです。これは許すことができない暴言です。その動画は生活保護不正受給の動画での出来事です。それではその時の動画をそのまま見てみましょう。最近の生活保護費不正受給事件を調べてみました。1月にはポルシェに乗って生活保護費受給、12月には生活保護費不正受給容疑韓国籍の女を逮捕、11月には生活保護費約600万円不正受給の疑い韓国籍2人逮捕、5月には年商数千万円で生活保護受給韓国人クラブの経営者逮捕。ちょっと検索しただけでもこれだけの事件があるのです。当然ですがゴキブリと一緒で
一匹いれば見えないところには無数にいると考えるべきでしょう。確かにゴキブリという言葉を使っており、 K さんはこの表現が人間をゴキブリ扱いする某国のイージスの動画、このように表現しています。本当にそうでしょうか。私は動画の中に出てくる不正受給犯罪者はまだまだいる、または不正受給在日韓国人犯罪者は他にもいる、そのような意図で動画としているつもりです。 K さんが主張するように、人間をゴキブリ扱いした、善良な在日の人をゴキブリ扱いした、普通の韓国籍の人をゴキブリ扱いした、そのようなつもりは一切ありません。もし私が NHK のニュースと同じように淡々と記事だけを読み上げたら楽しいでしょうか。もっと新しい情報を得たいと思うようになるでしょうか。日本の未来を見つめたいと思うようになるでしょうか。私はそのような気持ちを抱いていただけるような動画を提供する努力をしているつもりです。そのためには際どい表現を使うこともあります。その真意は多くの動画を通して判断していただくしかありません。しかし何事も聞き手によって変わるものです。ですので皆さんにお願いがあります。もし私の表現に問題があると思う方は低評価を遠慮なく押してください。もし私に問題があるようでしたら、じっくりと反省をしてみたいと思います。お手数ですがよろしくお願いします。